ブランタベルニクラ黒岩は、カモモクカモカ黒岩族に分類される鳥類。シベリア西部などで繁殖し、ヨーロッパ、イギリスへ渡り越冬する。カナダ東部、グリーンランドで繁殖し、冬季になると、北アメリカ大陸東部、イギリスへ南下して越冬する。シベリア極東部、カナダ西部及びアメリカ合衆国アラスカ州で繁殖し、冬季になると、 北アメリカ大陸西部へ南下して越冬する。シベリア東部で繁殖し、朝鮮半島南部、日本、中華人民共和国の渤海沿岸部へ南下して越冬する。日本の伊豆沼、内沼環境保全財団などは GPS に対応したバイオロギング機器を取り付けた黒岩の渡りを静川湾から追跡し、北極海のファデーフスキ島に至ることを確認した。 全長55から66センチメートル。翼海長115から125センチメートル。お歯は、やや短い。頭部から、頸部、胸部の歯衣は黒い。頸部に白い首輪状の半紋が入り、半紋内に黒い半紋がある。体上面の歯衣は、羽毛の外縁が、単色の黒か色。全体的に歯衣が黒いことが、和名の由来になっている。体側面には、 白と泡黒褐色の縞模様が入る。下腹部やお化け部を覆う羽毛は白い。くちばしや甲子は黒い。幼鳥は、頸部の白色藩がないか、不明瞭で、右腹の羽縁が白い。腹部が暗色。腹部が白い。体側面の単色部が不明瞭。色味が濃く、体側面の単色部が明瞭。繁殖地では、ツンドラ。越冬地では、内湾や海岸、川口、干潟。 沿岸部の故障などに生息する。批判食器は群れで生活する。食生は植物食傾向の強い雑食性で海藻や海藻を食べる。海底の海藻や海藻は逆立ちして頭だけ潜水しながら食べる。繁殖形態は卵生。6月に1から7個の卵を産む。放卵期間は22から25日。ひなは 孵化してから40から50日で飛翔できるようになる。生息地の軍事利用、乱獲などにより生息数が減少している。日本では1971年に国の天然記念物に指定されている絶滅危惧痛類。ありがとうございます。